初日頑張るぞみたいな感じで、はい、お願いします。はい、長谷川幸太役の北川直也です。そうですね、稽古が終わり、今日幕が開いて、前回は関東と関西だけだったんですけど、今回は関東、関西にプラスして九州がこう加わって、また新たにいい感じに、いい感じにね、なってるんですよ。いい感じに、なんか調和が取れてるというか、いい色がこう加わって、本当に面白い作品になっていると思うので、皆さんがこう笑顔になって帰っていただくことが一番だなというふうに思っているので、皆さん笑顔になって帰っていただきまして、たくさん笑って、楽しんでいただけたらなというふうに思っております。はい、ハクラー虎役の北野さつきです。前回はこうキラキラしたいみたいなのを題材にやってきたんですけど、今回はそれぞれの理由があってハーモニーランドに行き着くっていうストーリーになってるんですけど、まあそれぞれ面白いストーリーがあって、素敵な脚本、素敵な音楽とかいろんなものが組み合わさって、本当素晴らしいこの続編といいますか作品になっておりますので、皆さんぜひ、お楽しみに期待して見てください。ありがとうございます。はい、小賀康弘役の瀬古口亮です。今回九州サンリオ男子が初登場ということで4人加わったんですけど、本当に稽古場から楽しくわちゃわちゃした感じで、みんな個性もあって、なんかどんな作品になっていくんだろうな、楽しみに思いながらずっとやってきたんで、今日やっと迎え入れて、これからどん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 楽しみになっていくんだなって思ってます。お願いします。梅崎真也役の梅津瑞希です。ですね、今回九州サンリオ男子ということで新たに参戦させていただいたわけですけれども、こうした舞台を僕も個人的にちょっと経験するのが初めてで、っていうのもその具体的に言うと、そのキラキラとしたというか客席において皆さんとこう一緒に歌ったりみたいに初めてなので、そういった部分をちょっと今回頑張っていろいろ稽古したので、目いっぱい楽しんでいただければなと思ってます。糸永一郎役の大崎夏希です。今回ね、九州サンリオ男子として、またするわけなんですけども、その関東と関西のチームが初めて九州の大分のハーモニーランドにやってくると、僕たち九州サンリオ男子最高のおもてなしで迎えようと思ってずっと稽古をやってきました。本番楽しみにしてください。よろしくお願いします。小方貴彦役の竹下直樹です。そうですね、前作のサンリオ男子、キラキラの部分に、プラスして九州男児 の熱をね、たくさん入って、このキラキラがさらに倍増しているんではないかと思われます。そして、そのサンリオ男子だけでなく、そのミラーズの4人も、とってもね、素敵な会話劇というか、サンリオの、なんですか、スタッフ、ハーモニーランド、あんまり言わないけど、ハーモニーランドの、ね、中で動き回っているんですけども、もうそれがね、僕はすごい面白いなって思うんで、そういう細かい部分にもどんどん注目していただけたら面白いなと思います。はい、そうですね。僕の推しキャラはポムポムプリンなんですけど、ポムポムプリンの尻尾が大好きです。なんかすごい、なんかクーって言われる。好きです。チェックと素敵。そうですね、好きですね。可愛いんですよ、チャームポイントがあって、あともう不倫自体が僕は好きです。はい、皆さん見たら分かると思うんですけど、モフモフした感じというか、癒されますよね。マイナスイオンとか言ってるんですけど、官僚キャラクターはもう本当に元気になります。自然と笑顔になれるっていうのがやっぱり一番なので、僕は不倫の尻尾が一番好きです。どうぞ。はい、僕の推しキャラは黒みお嬢なんですけど、まず黒みお嬢と僕は呼んでます。多分それぞれ推しキャラにそういう呼び名がある人もいるんですけど、お嬢の可愛いところはですね、もうこれ毎回もう誰にも話すんですけど、やっぱツンデレのツンツンっぽく見えるんですけど、やっぱデレの部分がちゃんとあるよっていうね、ことをみんなに知っていただきたいんですよね。何て言ったらいいんですかね、ツンツンしてるだけじゃないぞと。なんか今マイメロとよくこうなんか喧嘩というか争いというかねしてるんですけど、実は仲間思いなところであったり、そういうデレの部分もあって僕は大好きですね。はい、はい、僕の推しキャラはコギミュンなんですけど、
チャームポイントは結構たくさんあるんですけど、全体的に言うと結果的にあの儚さに惹かれていて、そのなんか触りたいけど触れないみたいな、多分あった、うん、あるめっちゃわかりますよね。わかる。そう、本当に儚くてもうそこに惹かれまくってます。はい、大好きです。はい、僕の推しキャラはハローキティ、キティ先輩と呼んでるんですけど、まず見た目に関して言えば、その見た目のガーリーさんみたいな部分もすごい可愛いですし、最新のハローキティチャンネルを見たんですけど、どう考えても足の届かないソファーが後ろに映ってるんですよ。でもそれここにこうよじ登るシーンが若干映ってて、めちゃくちゃ可愛いんですよ。で、内面に関して言えば、これもちょっと最新のハローキティチャンネル見ていただければ分かるんですけど、新しく本を出すんですよ、今度キティ先輩が。で、なんかそのメディアが変われば表現方法も変わるっていうことをちょっと明言してて、こんなに魅力的なキャラクター他にいないぞと僕はすごく思いました。本当に掘れば掘るほど深みのあるキャラクターだと思っていて、そこがすごくハローキティの魅力かなと。これはもうサンリオ男子だからとかだね、梅津美月としての感想です。はい、はい、僕はハンギョドンを推してるんですけど、ハンギョドンの良さは目を見たらすぐに分かるんですけど、ハンギョドンはハンギョジンなんですよ。目見でも、うん、でね、なんだろう、ハンギョドンの中身としてはロマンチストで人を笑わせたい相手思いな、そんな、なんだろう、いいハンギョジンで、僕もそこにだんだん惹かれてね、ハンギョジンなところに惹かれて、ハンギョジンなところじゃない、そこもだけど、ちゃんとみんなを笑わせたいとか、うん、なんか心が温かいところに僕は惹かれました。以上です。はい、僕が推しているキャラクターはマイスイートピアノ、ピアノ先輩と呼んで、ピアノパイセンと呼んでるんですけど、そうですね、まあ内面的なことを言いますと、まあおしゃべりですごく優しい子なんですよ。なので、まあ、尾形貴彦っていうキャラクターもすごくよくしゃべるキャラクターなので、まあ、やっぱり相性がいいんでしょうね、内面的な。はい、あとはですね、まあ、見た目に関して言いますと、まあ、ピンク色、柔らかいピンクのあのふわふわな毛がですね、もうね、いろんなそのマスコットとかにもそうなんですけど、そのふわふわ感というのがすごくいろんなところにちゃんとありまして、やっぱり触ってみると、あ、すごく手触りもいいし、こう抱きたくなるようなこう優しさがあるんです。なので、もしよろしければ膝にね、今回感激するときにぬいぐるみを置けるんですけど、それを抱きながら見ていただくと、もしかしたらその優しさとかキラキラ感が増すのではないかと思われます。